今日僕は皆さんに僕が企画運営しているプロジェクトの紹介をしたいなと思っています。去年あたりからよく聞かれるようになった 3D プリンターみたいなこうもの、デジタル技術を使ったものづくりに特化したワークショップスペース渋谷図工室というプロジェクトです。 3D プリンターみたいなこうデジタルものづくりのデジタル化が進むことによってコンピューターで作ったデータからものを作ることができるようになってきています。ただものを作ること自体は別に新しいことでも何でもなくてずっと昔からやられています。例えば昔の人はこういう道具とかを作っていたかもしれません。彼らは何て言うんですかね、こう木を削ったりする削る技術を使ってその時必要だった獲物を捕まえるとか食べること、彼らの価値に沿ったものを作っていました。でもうちょっと時間が経っていくと射出成形とかって技術ができてきて大量生産ができるようになってきました。そうすると大量に作るとか安く作るとか均質なっていうその当時の価値観に沿ったものを作ることができるようになってきました。じゃあ今こう情報化社会が進んできてデータからものが作れるようになってきましたよっていう技術があって、それとともにこう進めていく一緒に進めていく時代の価値観って一体何でしょうか。どんどん技術は多分これからもっともっと進んでいきます。ものをデータからものを作る技術っていうのは小型化するしもっと高精度化するし高速化してどん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 進んでいきます。その技術と一緒に進めていく目指すみんなで共有するべき価値観っていうのは一体何でしょうか。でデジタルのものづくりっていうのは、まあ、デジタルでからものを作っていくのでどんどん世界中でこうどんどん起こっています。なのでそういう世界中先に行っているこう活動っていうのを見て回るっていうことを僕もちょこちょこしているのですが、その中で一つ一番印象に残っているものの紹介をしようかなと思います。でサードワードっていうニューヨークからちょっと離れたブルックリンにあるこう昔の倉庫をリノベーションしてできたこうものづくりのスペースなんですけど、これすっごい大きい木工のスペースがあって、でそこではこうみんなが来てなんかこうスピーカーみたいなプロダクトを作ったりとか壊れた椅子とか持ってきて修理したりとかしてこう自分のものを作っているんですね。で他にもこう写真スタジオがあったりとかこうコンピューターが何台何十台も並んでるデジタルルームがあったりとか、でそこでこういろんななんか服も作ったりメイクもしたり溶接したりいろんなものが作られて、でいろんなものを作って自分の生活も一緒に作っていってるっていうことですっごい刺激を受けました。でそういうふうに自分でこう自分自身もこうデジタルの技術を使ってものを作っていくっていうことをしながら同時にこういろんな場所を巡ってその可能性っていうのを同時に探っていく中でこう僕自身がこうなんていうんですかね、ある場所を企画運営するチャンスをもらうことができました。それが渋谷図工室っていう場所です。でそのニューヨークで見た実際に物を作って生活を作っていくっていうことを日本でじゃあどういうふうにやればいいのかなと、で、ね、文化も違うしこう経済状況も違うしそういう人たちそういうのと文化が違う中でじゃあそれをどう日本でやっていけばいいのかなっていうことを考えなければいけませんでした。でただじゃあ日本でやるときにどのくらいの人が皆さん物を作ってますかっていうとどうですか、何か作ったことありますか、パッと思いつきますか。僕あんまなんかどんな人がどんなものを作ってるかとかっていう未来があんま思い描けなくて、じゃあどんな人がどんなものを作ってるのかとかどんなものを作ってどんな生活を作っていくのかっていうのがまだこうパッと思いつかなかったので、そこを一緒に考えるところからやれるような場所にできないかなと思っています。でそこで一番やってるのはこうワークショップをしているんですが、ワークショップで一番メインにしているものの紹介をしようかなと思います。でそこで一番メインでやってるのはこう全6回6週間かけてやるワークショップなんですが、こう1時間目のオリエンテーションから始まって4回目のこう自分にぴったり合ったデータを作るっていう4週間かけてこうどんなソフトウェアでどんなことができるのか、どんな機材でどんなことができるのか、いわゆるハウツーを学んでいきます。で4週間くらいやると大体こうマスターするまではいかないまでもどんなソフトでどんなことできてどんな機材でどんなことできるのかって分かってくるんですよね。で
じゃあそういうふうに今このデジタルものづくりがデジタルものづくりでどんなことができるのかっていうのを分かったときに、じゃあそれを使ってどんなこと、それを使ってどんなものを作っていきたいですか、どうやってその技術を使っていきたいですかっていう、そういうちょっと違った使い方を残りの2週で考えていきます。で、なんでそれを作りたいですか、何を作りたいですかっていうのを考えてきてもらって、その作りたいものの作り方を2週間かけて一緒にやっていく。そうすると1ヶ月半6週間経つと、こう最初はこう興味あったけどまだやってなかった人が何か作って卒業していくっていうようなことをしています。で、そこでじゃあ作られているものってどんなものかって気になりますか。それの紹介をしようかなと思うんですけど、こう、まあ、渋谷図工室渋谷でやってるんですけど、毎週こう大阪から夜行バスで帰ってくるおばあちゃんがいたんですよ。すっごいパワフルなおばあちゃんがいて、でそのおばあちゃんは数年前にこう陶芸教室でコップを作ったんですよね。でなんかこうコップのちょっと上側に取っ手がついてて、ちょっと大きめで、その持ちやすいのが気に入ってたらしいんですよね。でそのちょっと取っ手を支えるために鳥を作ったらしいんですけど、おばあちゃん本当はこの鳥白鳥にしたかったらしいんですよ。 でももう手不器用すぎてようやらんわとかってアヒルになっちゃったと。でもそれが気になりながらこう使ってたんですね。でもおばあちゃんは4週間かけてどんなことができるのかって分かった上で、あ、今ならこのこう使いやすいの残しつつも私が本当に作りたかった白鳥にできるかもって思って白鳥を作ってきたんですよ、紙粘土で。でおばあちゃんがやったのはコップ と、今あるコップと自分で紙粘土で作ってきた白鳥両方 3D でスキャンして両方データ化しますよと。で両方データ化したのをパソコン上で合体して、今までの使いやすさとかこうなんて、一応何年間も一緒に使ってきた愛着もあるので残しつつも新しいものを作ることができました。で他の人がやったのは、これは作ってないんですけどこれは売り物なんですけど、こう苔とか盆栽とかが趣味の方が来られたんですけど、こういう動物のなんていうの鉄製の器っていうのは売ってるらしいんですよね。でこれ自体はいいなって思ってたらしいんですけど、ちょっとこう鉄製なんでちょっと重たい、木の軽さ、木っていうか苔っていうんですか、苔の軽さがあんま出ないし、あちょっと高いし、あとこう背中のところがこう丸まっててこう水が溜まっちゃうらしくてあんま良くないと。でそういうのどうにかしたいなと思っていて、 3D プリンター透明なのもできるしあるよっていう話をしたら、彼が作ったのはこれですでこっちの方が全然可愛いしみずみずしいでしょうとか作るわけですよね。で他の人がやったプロジェクトはこういうものをやっていて、渋谷図工室で 3D スキャンする技術を覚えたんですよね彼は。でこう安い簡易の 3D スキャナーを自分で買っちゃって、嫌がる家族全員順番にスキャンしていくとでこれは奥さんとお父さんをスキャンしたらしいんですけど、こう2人ともこう奥さん結構活発らしいんですね。でお父さんちょっとハゲかけてて、でそういう2人をちょっとイメージの違うピンク色で 3D プリントして、こうそれ見た家族はなんかイメージ違うギャップあるねとかってコミュニケーションのネタになるらしいんですよね。でこれデータ1個あればこう何個も作れるので、何個か作って実家に送りつけてまた電話してコミュニケーションネタにするみたいなことがされているわけです。でこういうことがたくさん起こっているんですね、渋谷図工室では。でここに来る人たちって何て言うんですかね、特にデザインを学んだわけでもなくて、こう特別なスキルがあるわけでもない普通の人たちが来て何か作っていっています。でどうですかね、欲しいものとかあります？僕は特に欲しいものないんですけどでも僕なんですか、皆さんから見たらもしかしたら変なものかもしれないし見たことないものかもなんですけど、彼にとっては欲しいものなんですね。これは彼にとってはストーリーがあるんですよ、このものに。社会的に見たら価値はないかもしれないんですけど、その人にとっては価値があるものがたくさん生まれてきている。でこういうのって今までのものづくり、大量生産のものづくりの中では絶対作られることのなかったものたちなんですよね。でもそういうものが作られるようになってくる、これっていうのはこの次の技術に対応した価値になり得るんじゃないのかなと僕は思っています。でこういうどうですか、驚きがありますなんかリアクション見てるとおおっていう感じがするんですけど、
こういう、こう新しい技術、情報化社会とこうデジタル、データからものを作るっていう技術の接点を理解した上で、彼らが欲しいと思ったもの、つまり新しく出てきた彼らの欲求から生まれてくるものっていうのは、新しいその次に、次の技術と一緒に進めていく価値になり得るんじゃないのかなと思っています。でそういう価値をいろんな人と探索していくっていうことは、僕もこれからもやっていきたいなと思っています。でまだまだ情報化社会が広まってきたように、この作る技術っていうのもどんどん広まっていくでしょう。その広まった先にある生活、広まった先にある進めていきたい未来っていうものの探索だったりとか、探索したところから見えてくるビジョン、ビジョンからものを作っていくっていうことを、僕はこれからまだまだやっていきたいなと思っています。ありがとうございました。